えっとありがとうございますでで後半はですね日本の、えー、から5人のパネリストをお,、ま、お招きしておりまして、えー、その5人の方と、えー、今、えーこう、レクチャーをいただいた3人のブループラネット賞の、えー、受賞者とともに、えー、ディスカッションを続けていきたいと思います。 予想されたことだったんですが予定の時間よりすでに大幅に遅れておりましてですねちょっとあの時間を短縮してやっていかなければならないと思うのですがあのこう3人のプレゼンテーションを聴く機会と一緒に聴く機会とはめったになかったことなので。 むししろ喜ばしいこととかなと私は思っておりますそれであのと5人の日本からのそれぞれのフィールドの方をお招きしておりまして簡単なプレゼンテーションをま5分程度でですねそれぞれ自分たちが今環境についてどんなことをやっているのかとか。 これまでやってきたこと、これからやろうとしていること等を含めて、ですね簡単にお話をいただきたいと思います。でまあ、可能でしたら、その中にあの3人の今の方、受賞者の方のお話を聞いた上での感想なども、えー、含めていただければと思います。であの最初のパネリストは、ですね環境省大臣官房審議官地球環境局担当でいらっしゃいます、小野博さんにお願いいたししますよろしくお願いします。 ごご紹介いいたただきまました環境省の小野でございますあの本日はこの場にお招きいただきまして大変ありがとうございます。それから3人の受賞の非常に有名な先生方のお話を伺えてきました大変光栄に感じております。また石村会長、それから吉川先生、どうも本当にこのような場を設けていただきましてありがとうございます。 えっとまずあの環境省の仕事でを少し紹介させていただきたいと思います。あの3人の先生方から、の講演者の方から何回か言及ございましたけれどまずやはりこういったの地球温暖化、あるいは生物多様性といった長期的な問題については、科学的な知見、 の蓄積というのは非常に大事だと思っておりまして、環境省そのものが研究するということよりも、そういった科学の知見の発展、あるいは蓄積に、科学者に対するサポートしていくという役割がございますで。そのサポートされた知見をより分かりやすい形で発信、啓発していくと。 やはりあの3名の方々、幾度におっしゃっておられましたけれども、まずあの知ることが非常に大事だということでございまして、これは一つ、行政の大きな役割ではないかと考えております。2点目に、これもあの言及がございましたが、やはりあのこういった国際的な問題については、国際的なその枠組み作りというのが非常に重要だと。 考えております全世界で取り組む必要があるという温暖化にしても生物多様性にしてもそういうことでございますので今ちょうどあのパリ協定のその実施ルールについて交渉しておりますけれどもそういう枠組みを作っていくとこうこういう国際交渉をまた環境省として担当しております。 で3点目には、やはりこの交渉でできた枠組みに基づいて施策を展開していくということになります。あのロブチェンコ博士の方からあのライトインセンティブという言葉がありましたけれどもやはり正しい方向に科学の示す正しい方向に 進んでいけるように制度、あるいは資金、さまざまなインセンティブ社会的、経済的あるいは制度的なインセンティブを適切にその導入していくということが重要だと思っておりましてこういった仕事をしているところでございます。 国、あるいは行政だけでできることは限られておりますので、科学者、それから NGO、まあ、自治体、民間、それぞれの立場でベストを尽くしていくということが今、求められていると考えております。以上でごござざいいいまますすはいえー、小野さんありがとうございます、えー、っと続いて でですね、私の隣に座っていらっしゃいまる枝広純子さんにお願いいたしますあの幸せ経済社会研究所所長と申し上げるのが一番あの彼女のやってらっしゃるお仕事にふさわしいのではないかと思いますが長く私も一緒に仕事をさせていただいております枝広さんよろしくお願いしますはいありがとうございますあのお三人のお話を聞いてとてもいい動きとかこう前向きな トレンドができているんだなというのをとても心強く思いました時間が無限にあればきっといろいろな問題は解決できるんだろうなと思います一方であの井田さんの問題意識でもありますが時間が限られている中でどうやってそれを加速しているのかいくのかス,ペスケールアップするのかあの私はいつもそのあたりのことを考えているので今日ちょっと皆さんにです、ね、悩みを聞いていただいて何かお知恵をいただければと、まあ、そういうスタンスでお話をさせてください。 私自身はコミュニケーション、まあ、伝える、つなげるという活動をずっとしてきています。まあ、海外のいろいろな動きを日本に伝えたり、まあ、日本の動きを世界に伝えたり、まあ、講演をしたり、本を書いたり、まあ、伝える、つなげるという活動をしてきていて。 単にその意,識を、まあ、意識はもう、ね、温暖化が問題だというのはほぼ皆さん分かっているそれが行動につながっていないところが一番大きな課題だと行動変容につなげるにはどうしたらいいかマーケティングの手法私はもともと心理学の出身なので心理学的な手法、まあ、そういったことをやっています最近ですね、まあ、企業はずいぶん動いてきたなというふうに思っています あの世界的にも再生可能エネルギー100%でやるとか日本でも今後あのきっと末吉さんがお話になると思いますが ESG の投資でまあ環境とかねそういう社会面ちゃんとやらないと投資の,あの先にならないということで企業はだいぶ動いてきている翻ってですね私がこれまで取り組んできた一般の方々はどうだろうと思うと残念ながらそれほど大きな動きがないというふうに思っています。 あの知識も大事だし科学的な知見も大事だし知ることも大事だと思いますでそれはもうかなりですね進んできてるんじゃないかなとその知ったこともしくは問題だと思ったことをどうやって本当の変化につなげるのかそこがなかなかですねずっと取り組みをしてきてあの突破口が見えない思いでいます例えば、まあ、日本の場合で言うと残念ながら 世界の他の国とはちょっと違う傾向なんですがここ数年環境意識温暖化の意識エネルギーの意識が下がってきていますでこういう会場にねあのいらっしゃる方はもちろん意識も高いし行動されている方がほとんどだと思いますが一般的にはあの環境意識が下がってきているのが現状ですで私が今取り組みをいろいろする上で考えているのは例えばこういう素晴らしい講演会シンポジウムここで皆さんがねあのお聞きになる それが本当に大きな変化につながる転換率がどれぐらいだろうということを考えています。例えばですね、皆さんがこの話を聞いて、なるほどそうだと、もっとやらないといけない、おうちに帰って節電をされる、省エネをされる、それはある CO2 を減らすことになりますよね。なので、ここで話を聞いたことが皆さんの行動日、日頃の行動を変える、それはある転換率になると思います。ただその時に2つ それは続くのかなということとどれぐらい広がるのかなということを考えたいと思います、まあ、いろんな話を聞いてああそうだと思って行動を変えてもなかなか続かないということもありますよねもしくは自分一人だけ行動を変えるのではやっぱり減らせる CO2 が限られているどれぐらい周りの人に話すのか、まあ、そういったその転換率といっても持続性とそれから広がりということが大事だと思いますでその… 長く続く続ととといううこでで言うと価値観まで変える単に、ね「電気消しなさい」とか「何々しなさい」って言われてあそうだと思ってやるんじゃなくて本当にそうしないといけない、ね、先ほどのこうパワフルなあのモチベーションを上げるような、ね、スピーチを聞くとその価値観をどう変えていくのか価値観が変われば行動が変わって続く率が高まると思っています。 ただですね、日本の取り組みはここれまままでそこに止まってていいたような気がしています意識の高い人がますます意識を高くする、意識高い人が行動をね、起こす、こういうね、会でもそうだと思うんですが、本当にそれを、こういった会には足を運ばない人たちの行動も変えるようにするにはどうしたらいいか、残念ながら私たちは少数派です、こういう関心を持って、こういうことに時間を使おうという人は、世の中的に見るとかなり少数派です。 で私が活動を始めた頃からあんまりパーセンテージは増えていない気がするんですねなので私たちが一歩外に出たときにこういうことに関心のないもっとね違うことに関心を持っている97%人の行動を変えるにはどうしたらいいかそのためにはやっぱり政策を変えていくしかないんだろうなと思っています例えば、まあ、炭素税がいいのかどういう形がいいかわからないけど CO2 を出すんだったら余計にお金払いなさいっていう仕組みになれば 環境意識がなくてもできるだけお金払いたくないからみんな c o ー減らしますよねヨーロッパをはじめ他の国はそういう形で意識を変えるよりも仕組みを変えることで人々の行動を変えてきています日本はそこがとっても弱いなので例えばこの会場出たところに署名用紙かなんか置いてあって日本でもそういうね出したら出した分だけ炭素に出してお金を払えという仕組みを入れましょうみたいなそういうこう署名を集めるような皆さんであったら 一人一人の行動を変変えるるだけではなななくて変わるんじゃいいかなと思います先ほどワトソン先生がおっしゃっていたように日本はこれからまだまだ石炭火力を増やそうとしている石炭火力はやめてくれということをみんなが地元の例えば議員さんに電話するとかインターネットでつぶやくとかなんかそういうね自分一人がいいこと聞いた自分の行動を変えようというのを超えてどうやってもっと大きな動きを作っていくかそこが私が今抱えている課題です。 ぜひ皆さんのもしくはパネリストの方々のいろんなアドバイスをいただければと思います。以上です。はい、えー、ありがとうございます。私もあのこの仕事を30年やってるんですがあ、明らかにマイノリティ記者の一員でありまして、それをいつもどうしたらいいかと考えているところでありました。あのぜひ後ほどですね、あのパネリストの方、えー、3人の受賞者の方含めてそういう話を伺えればと思います。えー、で次にお願いするのは小林茂樹さん、えー、中部交通研究所の首席研究員。 いいらっしゃいましゃまてあの交通の専門家でいらっしゃるので、ですね交通というのガソリンの車出してるんですけども、それをどう脱炭素化していくかっていうのは非常に大きな課題になって、交通の部分というのは非常に重要なことを占めているというので、ぜ、え、ひ、ーえー、いいお話を伺いたいと思います。じゃあ小小林林さんよろししくお願い,いたします小林ですで、えー 今日はこんな機会を与えていいたただきまましたどううもありがとうございます私は IPCC のいろいろ報告書を作っているわけですけども今日のお話は少しこれから離れてそれも運輸部門全体の話ではなくて少し先ほどから SDGs の話が出てますけどそういった視点で少し運輸部門でどういうことを見ていかなきゃいけないかということに簡単ですけども触れてみたいと思います。 ここに示しましたのは、えー、WBCSD という団体がありますけどそこが始めたプロジェクトで約十数年前の非常に古いものですけれどもその時に自動車会社とか関連会社が集まって、えー、とモビリティ2030というこういう報告書を出していますでその時に運輸部門が面しているその7つの課題を挙げようということでここに挙げたようなものを挙げていますで まあこれはそれぞれが独立した課題ではないんですけれども、例えばそのえと渋滞がありますけれども、こういったものを低減していけば、当然、交通事故も減り、CO2 も減って、エアポリューションも減っていくということで、連鎖反応があるわけで、必ずしも個々に対応すべきものではないんですけれども、この中でいくつかあと、紹介していきたいと思います。 でまず、えーと、途上国、これから、まあ、あの経済成長、それから人口増加とかで、一番重要なのは途上国の都市の問題ですけれども、その時にまず都市でどのような特徴があるのかというのを調べたいわゆる一日に使う交通手段の,あの文法を示した図ですけれども。 ここでまあ特徴的なことは年ごとにそれぞれ違うわけですけども大きな共通点としてまずこの歩行の部分が非常に顕著に現れているということがあります。これは何もえっと環境に優しくて歩こうということを選択しているということではなくてむしろえっとまあ使,え使えるその選択できる交通手段が限られているあるいは経済的に公共交通機関を使うだけの財政の,そのゆ,たがえっとゆとりがないというそういうような理由で ここを選択せざるを得ないというような状況があるのがえっと少し背景にあります。それでもっとひどい例なんですけれども、今だと都市部の話をしましたけど、もっとその郊外のルーラレアリアで見たときに、ここに示しているのはえっといわゆる舗装された道路から三十分以内に歩ける人の あの割合を示しているんですけどもこのようなアフリカの部分では30%いわゆる70%の人は30分以上歩かないと舗装された道路にたどり着けないと。 でここに示したような、えっと、一番ひどい例ですと毎日、例えば水を汲みに行かなきゃいけないんですけどそれが往復1時間2時間とかかるようなそれを毎日繰り返せるあるいは食料を運んでくるそれも1時間2時間歩かなければいけない学校に行くにも1時間2時間歩かなければいけないというそういうような状況に置かれている人たちが我々が想像する以上にたくさんいるということがあります。ここううういいたちはこういう貧困の問題とも 非常に強いつながりを持っていますこれは1日2ドル以下で生活している人たちの割合を示しているわけですよ。このように非常に多くの人がまだ貧困にあえいでいるわけですけどこういった生活から出るためにも交通アクセスができるようなインフラが必要になってくるだからこういうものを改善していくとこちらも改善されるといういわゆる SDG のいくつかのターゲットの ところに非常に深く関係するようなものが運輸のやはりあの改善で出てくるということが言えると思います。もう一つはあの途上国でのいろいろな話を考えるときに我々はどうしても日本だったら日本の状況から彼らの状況を判断しようとするんですけれども、例えば日本で自動車の交通量を改善しなければいけないといったときに当然我々は四輪車を考えます。ところが途上国では非常に多くの国で。 二輪車あるいは三輪車が主体の交通なんですねだからやはり対策として取るべきことが四輪車と二輪車三輪車では違うわけですだからこういう特殊事情というものを十分知った上で途上国の交通問題に取り組まなければいけないということが言えると思いますでこれはえっ、ー、と万国で つい昨年終了したテスト的なそのプロジェクトなんですけども非常にあのバンコックというのはあの渋滞で有名な都市ですだから非常なあの朝夕大渋滞を起こすわけですけどこれを少しでも改善するようなことができないかということで非常に多くのいろいろなあの手段をあのテスト的にやってみたという例です詳しいことはちょっと紹介しませんけど例えば一例として、えー、と渋滞というのは大体朝と夕方違った あの方向で生じますだから例えばこちらがこれ朝だとしますと朝こちら側が渋滞するわけですけどこの反対側の1車線をこちら側の流れに、まあ、フレキシブルに流用するようなそういう運用をしてみたとそれで、まあ、非常に大きな改善効果が見られたというのはこういういろいろな手段の積み重ねでこういう都市の渋滞問題というのは解決できるということが言えると思います。ただここここで難しいいいとははううう都市問題というのは やはりその都市のバウンダーリーコンディションが全部違うのでいわゆる一般会はなくてその都市ごとに全て対策を考えていかなければいけないと非常にだから手間のかかることで、まあ、先進国が非常に多くのノウハウを持っててそれをやはりこういうところに生かしていくということがこれから重要になってくる、うん、ということが言えます。 そういう時に、えー、と都市問題でいわゆる公共交通機関がこれからどんどん必要になってくるわけですけど一体どういうものを作ったらいい作ればいいかということを考える時にやはり一番大きな視点は建設費ですだから我々は例えば日本が過去に ODA で、えー、と途上国に地下鉄を作ろうなと考えたことがあるんですけど地下鉄っていうのはやはり建設コストをキロあたりで見れば一番高いわけですね。でこういっったもものを作っても いわゆるメンテナンスがまた非常にお金がかかるとか、そういうことがあって、海外になかなか適した方ではないということがあります。で、最近特に注目されているのがここに書いております。brt。いわゆるバスラピッドトランジット、いわゆる高速バ,バス運行というような。そういうシステムが非常にえっと。出てきたのは、これはあの南米から出てきたわけですけれども、こういったものが非常に多く。ええー、普及するようになっています。 これがそのいくつかの例を示していますけど、非常に有名なのは、えーと、このボコタ、いわゆるブラジルとコリティバですね、こういったものが、えー、とボコタ、ブラジルでなかったですか、えーと、とにかく南米のこういう2つの都市、あるいはそれ以外の都,都市でも非常に多くの、えー、BRT のシステムができています。これは専用レーンを設けて、それからいわゆるあの運賃の生産をバスの中ではなくて、こういう。 列車と同じようにプラットフォームがあってそれで改札があってそこで、まあうん、運賃の生産をするということでより高速運用ができるような非常に優れたシステムになっていて、まあ、現在164都市ですでにも導入されているとい非常に、まあ、あの成功を収めている例だと思いますこういったものがまだまだこれから増えてくると思われます。で最後に少し、えー、と先ほどの、えーと 枝広さんのちょっとその意識改革というような話もありましたけど、まあ、自動車を運転する人の意識改革個人的にやるにはどうしたらいいかまずその一つの取,あの取り組みの開始としてここに書いるようなエコドライブこういったことがあるかと思います、まあ、詳しいことはご紹介しませんけどもあのまあ急ブレーキ急発進をしないとかあるいはここには書いてないんですけど高速道路であの制限速度100キロのところ、まあ、例えば90キロ80キロでもし 走ることができれば燃費が1割、2割、簡単に削減することができるということで、まあ、そういったことを個人的に意識しながら、地球環境に少しでも優しいような生活をしていくという、そういう態度を取っていくということは非常に重要だと思っています。以上ですはい、えー ありがとうございます。あの、私、クリチバーの取材、何とかしたことあるんですが、あそこには非常にこう、解明的な市長さんとか知事さんとかいらしてですね、政治的なリーダーシップ、であいうことをやったというのは、非常にあの世界に誇れる例だというふうに、えー、聞きました。で、まあ、意識改革についてもですね、まあ、あの経済にも環境にもいいというのは、えー、まだまだたくさんありますというメッセージではないかと思います。で、次、あの環境と経済の専門家で、いらっしゃいます。末吉武次郎さん、国連環境計画に。 金融問題を使う金融イニシアティブというのがありましてそれの特別顧問であります私はあの末吉さんと2冊強著の本を書いているというあのビジネスパートナーと呼んでおりますけれども、えー、末吉さんよろしくお願いしますはい、ありがとうございます、えー、末吉です私のバックグラウンドは金融でありますのでちょっと最近の金融のお話をしたいと思うんですけどその前に、えー、ジェーンとトムとボブの3人の お話を聞いてちょっと思ったことはですね東京にいてはあるいは都会にいては全然知るよしもない自然の破壊をですねこういった科学者の地道なご努力で我々が知ることになるそれの感謝と同時にですねもっと大事なのは皆さんがこのまま行くとどうなるよって将来予測を出していらっしゃいますそのことをどう受け止めて本当に予防的手を打つのかどうかですよね そこを非常にあのどうやって警告として受け止めるのかどういう耳を持って警告を聞くのかそのことが非常に重要だと、はい、感じました、えー、ところで最近ですね世界の金融が大きく変わろうとしています私は COP21 から22にかけてですね、えー、大きな変化が起きたような気がしますもっとあり手に申し上げればあのパリ協定を生んだのは実はビジネスであって あるるいいはそのビジネスをバッックアップしている金融機関だったと思いますもっと言えば、機関投資家がですねこのままでは自分たちのビジネスをする相手方のビジネスがだめになっていくと、それはそうですよね、地球環境が壊れる中でいいビジネスはできないわけですからそういった変化が起きております、少し具体的に申し上げますと、ですね ESG という言葉を聞いたことがあると思います、環境と社会とガバナンス。 つまり、お金以外の要素で投資を判断するというのが始まりました。えー、あるところの調査によると、世界で残高が26兆ドルあるそうです。えー、これだ、ざっと言うと3000兆円ぐらいですよね。日本の GDP の6年分ぐらいの大きさです。で、世界ではほぼこのお金以外の ESG を考慮する投資というのがメインストリームになりました。多分ヨーロッパなんかで5割を優に超えております あるいは新しい商品でですね債券の発行の時にグリーンという名前を付けてグリーンボンドというののがが出まますすこれがどうも1年間10兆円ぐらいの発行になっておりますグリーンボンボドという名前を付けることによって今までボンド社債に投資をしなかった人が新しく買ってそのお金がグリーンビジネスに流れていくというそういう新しいグリーンキャピタルのフローが始まりました。 あるいはですねソーシャルインパクトファイナンスソーシャルインパクトファイナンスという言葉がありますこれは例えば今日も何度も出てきました SDGs を本当に実現するにはお金がいると当然そうですよねお金なしでは何も動きませんそういった SDGs の目的を達成するために必要なお金を出すのをソーシャルインパクトファイナンスっていいます社会にインパクトを与えるファイナンスをやっていこうじゃないかということであります それから、えー、パリ協定は CO2 の排出を抑えるということなんですがゼロエミッションですよね例えばノルウェーの年金基金ではです、ね、この年金基金が投資をしている世界の有名な金融機関に対してあなたの貸し出しは一体カーボンフットプリントがどうなっているのかを教えるっと聞き始めました。いいでですかかこれまはは金融機関は利益が上が上ってて投資先として安泰だから 黙っててお金を出してたのに例えばシティバンクがですねお金を貸しているその先の事業やプロジェクト企業がどれほど CO2 を出しているのかあるいはどれほど CO2 を減らそうとしているのかその情報を出してくれと要求し始めましたつまり CO2 をたくさん出すところにお金を出している金融機関にはもう投資をしませんよってそういう意味ですよね。 ここういういと初めてであります。つい先日バンクオブ・イングランドがですね中央銀行として銀行セクターに対,する対して気候変動リスクがいかほどインパクトを与えるのかネガティブインパクトですその調査をするって言い始めましたでもちろんネガティブインパクトだけじゃなくて気候変動に取り組むことが新しいビジネスチャンスにつながりますからオポチュニティの方も調べると公財両方調べるよと。 これは私すごいインパクトがあると思いますよ。中央銀行が銀行に対してクライメートに関する情報を徹底的に調べるということですからこれは非常に大きな変化が出ます。あるいは投資の評価に対してですね今日の1万円が来年の8000円になるのか9000円になるのか1万円になるのか1万5000円になるのかっていうのがこれまで投資の評価でした。でででも世界ではですね その投資によって温度が何度上がるんですか3度上がるの許容する投資なんですかそれとも1.5度を目指す投資なんですかそれによって評価をしよう例えばこういうことが始まりましたこれは今までのお金をお金で測るお金をお金だけで考える金融に対してお金のことをお金以外で考えるって時代が始まったんですよ。これは非常に大きな変化だと思います でさらに、伊、まあ、田さんがおっしゃっているこういった動きのスケールアップとかスピードアップを進める上でやっぱり私は重要なのはです、ね、国の戦略政策だと思います国家レベルのですねですからそういったところで言えば中国やフランスやヨーロッパの国は国家戦略としてグリーン金融を取り上げ始めております。れしそれから 例ええば会計原則を変えようとこれまでは会計原則はご存じとおり例えばいくら売り上げがあるんだ利益がいくら出たんだ借金がいくらあるんだですよねつまりお金でしか評価しなかったのに対して CO2 やクライメントリスクや社会的責任のことで会計原則を作ろうってこれもどん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 進み始めております。 あるるいは上場する際の条件にですねこれまでは財務上の条件が良ければいい会社だいい株,主株式だということで上場が受け入れられたんですけどもどうやって売り上げを伸ばしているんだと環境を守りながら伸ばしたのか環境を壊しながら伸ばしたのか全く意味が違いますよね。ですすかから上上場場企企業業の基準とがが開示する会計内容が 今大きな転換を始ままっておりますあるいはもっと言えばですね再生可能エネルギーを本当に使ってるのか使ってるんだったら一緒に取引をしよう再生可能エネルギーを使う意思がないのであればサプライチェーンから外しますよつまりビジネスをするしないの条件に例えばこういうようなことが入り始めたんですね。これれはは私は非常に大きな時時代の変化だと思っておりますますた時間があれば 後ほどどううもありがとうございますお金さえ儲ければいいと思ってこういうことをやってきたんだけどもそれが地球環境をここまでダメにしてしまってですねもはや、えー、地球環境を守らないことには商売は成り立たないと、えー、お金を持っている人たちが思い始めたと簡単に言うとそういうことではないかなというふうに思いますで、えー、最後5人目の、えー、パネリストの最後は、えー、とコンサーベーションインターナショナルという世界最大級の 環境 ngo の一つでありますその日本の代表理事を務めていらっしゃいます日比さん日比康さんにお願いいたしますよろしくお願いしますありがとうございます、えー、皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介いただきましたコンサーベーションインターナショナルの日々と申しますよろしくお願いしますあの本日このような場にお呼びいただきましてありがとうございますあの本当にあの受賞者の先生方はもちろんですねあのパネルのあのそうそうたる皆様の中で私じゃ買い物であの大変 <laughs> 緊張しておりますであのブループラネットション25周年ということであのせっかくは財南さんあのおめでとうございますで25年前自分が何してたかなと思ったらですね、えー、と私まだ学生でございましたあ学生といってもえー、留学アメリカに大学院留学しておりましてですね、えーまあ、地球環境学を学びに行っておりました当時まあ日本ではまだあその地球環境全体をこう包括的に 学ぶというプログラムあるいは学科っていうのはなくてですねそれであのアメリカまで行ったんですけれどもまあその時にちょうどあの地球サミットリオサミットなんかがあったりして非常にあのこうエキサイティングなあの思いになったことを思い出しますなのであの私個人にとってもちょうど環境問題に足を踏み入れて25年だなと思っていたところです今のコンサーベーションインターナショナル CI に来たのはちょうど15年前に なりますで実はその少し前にです、ねえー、と私ども CI 組織としてあのブループラネット賞をいを頂いて、えー、おりますで実はと当時はあの、まあ、生物多様性を守るとでそれをお人間社会経済とを共生させながら守っていこうというのが CI のお、まあ、いわゆる設立主義と。 いうところだったんでですすけれども実は2012年ですねちょっとミッションの見直しをいたしまして今はまあ一言で言えば自然,を守自然を守るということは人間を守ることにつながるんだとつまり、えー、自然を守ることを通して持続可能な開発を達成していこうということに取り組んでおります。でそれをあの今映していただきましたけど一番わかりやすく実を図示してるかなと思ったのは。あのこの 右側は今日何度も何度もというか何度か出てきている SDGs ですけれどもえとこれを実はあのおーおーまあこうパネルにしているときょうもあの先生方特にこのこ自然がこの辺になるわけですね。これがどう例えば貧困削減とか経済成長につながるのかというお話をいただきましたけどまあこれを一目であの表せるように作ってくれたのがこれもあのプラネタリーバウンダリーでお名前が出たロックストローム さんとそれから去年のブループライエント賞の受賞者のパヴァンスクデフさんがこういう図にしてですね実はこのあの17個あるんだけれどもここに自然があるとでこれがあって初めて次に社会が成り立ってその上に経済があるというようなあの風に整理をいただいておりましてまあまさにこれがあの我々が。 なぜここに取り組んでいるかということの理由になっているかなと思います。で、今日はあの NGO をまあ代表してというわけではないですけど、NGO セクターからあーということなので、まあこういう中で NGO の役割っていうのは何だろうっていうのを少し簡単にお話しさせていただきたいと思います。で、一つはですね、あの冒頭の方であの吉川先生もおっしゃっておりました、まあ環境問題ってその地球規模なんだけれども、えー、まあ取り組みなんかその 地域地域にずらしたものを問題であるということをおっしゃってましたでまさにそこの地域地域の取り組みと地球規模での起こっていることあるいは地球規模でやっていかないといけないことっていうのをつないでいく特に現場レベルでいろんな取り組みをしていくっていうのはあの我々のような NGO の役割の一つかなと思っております。まああの,我々あの 最世界最大級と飯田さんに言っていただきましたけれどもなかなかそこまではいかなくてですね、えー、事務所を開いているのが今、三十数カ国、まあ、あほとんどがあいわゆる開発途上国になるんですけれども、まあ、そういうところであの地域の人々と一緒にこれをどうやって実現していこうかと。 いいうこととに取り組んでいるとまあそれは一つの役割かなとそれからまあもう一つはいろんなあの今日も特に先生方の中からあの今進みつつあるいろんな革新的な取り組み ののごご紹介もももざいいましたたけれども、まあ、そういったものを実際、あの我々デモンストレーションといってます、ね、まあ、あのそのパイロットプロジェクト的なものを作って見せていく、実際そういう社会ができるんだっていういろんなあの事例を作っていこうというのもま演じようならではかなと思っておりまして、まあ、あの今日特にあのトマス・ラブジョイ先生がそのデッド・ネイチャー・スワップを考案されたというおう話もありましたけれども、それを実際、 あの実施に移したあ、まあ、あの最初の方にそれをやった団体の一つが CI だというふうに聞いております、まあ、そういった非常に革新的なものを実際現場で実現化していくというのも NGO ならではの取り組みなのかなと思っております。それからここ、まあ、この図ののの図中でも実はこの一番上この この3段の,この,あのババンさんはですねこれを SDGs ウェディングケーキというふうに呼んでおられましたけれどもウェディングケーキをこう縦につなぐずれないようにつないでいるのが実はこう17番のパートナーシップというふうに位置づけられてましたけれどもまあそのパートナーシップというのがもう一つうますます NGO に期待されている役割なんじゃないかなと思っておりますあのおまあその昔まあ例えば25年前環境 NGO というと例えば企業 政府とどういう関係にあったかというと対立するのが仕事のようなものだったんですね。でそれが私が CI に参加した、まあ、15年前っていうのはあの企業と連携する NGO っていうのがあるっていうことで非常に注目されていたんですけれども今はあの、まあ、NGO が企業と連携するっていうのは珍しくも何ともないですけれども企業だけじゃなくて政府であったり国際機関。 それこそ末吉さんがおっしゃっていただいたような投資家とかあるいはその地域の本当コミュニティグループ、まあ、こういういろんなマルチステークホルダーを集めて、まあ、あのコンビーナーというような言い方をしてますけれども場を作っていくというようなことが最近 NGO で、まあ、そこを目指していったわけではないんですけれどもこれをやろうとしていると結局そういう役回りうに今たどり着いてるっていうようなところなんですけれども例えば レッドプラスというその気候変動対策において森林を守ることによって CO2 の排出を減らしていこうあるいは吸収源を守っていこうということ、まあ、これも森林なんか非常に多くの人々が関わっているそこで、えー、生計を立てている人もいるし、えーまあ、場合によってはそれで大儲けをしている人たちもいるあるいは逆にそれを守ろうとお本当に命を懸けて戦っている人たちもいる、まあ、そういう人たちをみんなあのお一つの,このお場に集めてやっていかないとできない。 そういうところで、われわれのような NGO が、まあ、一つの役割を果たしていけるのかなと思っております。まああのえー、とこれは確か、あジェインさんがおっしゃいましたが、ね、その Yes, we can と、to, If we work together と to、そして ActNow ということ、まあそこが一番あの NGO として今あ、力を発揮していかないといけない部分なのかなというふうに思っているところですす以上ですありがとうございます。 えー、ありがとうございますあの企業と ng の関係とか大きく変わってきたというのは、えー、この25年間の大きなまあ、えー、前進進歩の一つかなというふうに思います、えー、それでですねあのせっかく三人の、えー かあの環境科学者の、えー、方いらっしゃるので、えー、ここからのパネル3人の、えー、受賞者の方にですね今のどんな点でもよろしいんですけれども今の5人のステ、えー、ートメントを聞いてもしレスポンスというか感想でも、えー、質問でも何でも構わないんですけれども、えー、簡単にいただければと思いますで、えー、順番なんであのラブジョイ先生から。 so that the, the, um, the thought that comes to me having listened to all of this uh, is is first of all how important getting the economics right getting the incentives correct uh, and you know I think any economist that has looked at the the climate change issue concludes that the simplest the cleanest the most Efficient way to really move this agenda is to have a carbon tax uh, And so that's I think very important uh, and then there are Other kinds of ways to put an economic incentives into to how humans behave uh, But it also makes me realize that I Think in the end as valuable as economic levers are, uh, what we're really talking about is values. Uh, and not necessarily economic values, but actually a radical reorientation of what humanity considers important. Uh, so, the way I like to think about it is embedding human aspiration in nature. Uh, and that means having a lot more access to nature uh, so that people actually understand the wonder of it all, uh, as well as just the very practical kinds of, of benefits that we get from it. えありがとうございましす。価値というのは、キーワード、価値を、江田さんもしゃいましたけど、価値というのをどう考えていくかというのは非常に大きなキーワードかなと思います。じゃあ、あのジェインさん、よろしくお願いします。次、コメントありましたら。I am greatly、uh, energized by all of these wonderful thoughts and conversations. Uh, we've heard uh, a few reflections from a number of different perspectives from business and industry, from finance and investment, from civil society, from governments, from academia. Uh, and it strikes me that one of the voices that is not up here that we've heard about in plenary uh, are the young people whose future it is that we're talking about. And the three of us. Uh, as laureates, previous laureates, had a wonderful opportunity this afternoon to meet with a number of young people and listen to their concerns, their interests, their passions, the things that they are worried about, the things that they are hopeful about. And to me, that was one of uh, the most uh, enriching and inspiring experiences because. They are so smart, they are so knowledgeable, uh, and they are well informed but seeking new information. And I find that very, very encouraging. I also sensed a deep sense of frustration because things aren't changing fast enough. And as frustrating as that can be, the challenge is to channel that frustration in a positive direction, not to have um, young people and others give up. And so it's this coupled sense of urgency and hope that I think we have to find the right balance between those. We've talked about a lot of different tools uh, up at the table here, some really great ideas that I think really enrich our conversation. Uh, as a scientist, I think about a lot of this through the lens of science. And I think it's important to acknowledge that the problems that we're talking about are not scientific problems. The challenges of the environment, the challenges of security, the challenges of development are social challenges, and they reflect, as Tom said, social values science has a key role to inform our understanding of what the problems are what how things are changing how fast they're changing what the likely consequences of different options might be but scientists don't have the answers because the problems are not Problems of science. The, the, the problems are social problems. And so science has a key role to inform society, but these are really social value challenges. And the frustration, I think, comes when we see the very serious consequences of inaction or of bad actions and trying to harness enough energy, enough will. To make the changes that are needed, I would simply end with the thought that we know that there are tipping points in awareness and attitudes and behavior. In the United States, for example, we've seen social uh, attitudes flip 180 degrees around issues of smoking or drunk driving. Um, or um, recycling, a number of different issues. And so the question is how do we get to a tipping point? And that's where the importance of social sciences as well as natural sciences is really key, because in the end, this is about human behavior and about the reasons people behave. <clears throat> the social incentives, the economic incentives are key. So, we've been talking about very holistic approaches that I think are very exciting, but I wanted to shine a spotlight on the importance of the young people, some of whom are with us today, and more of whom we had a chance to interact with earlier. Yes, I enjoyed all five of the presentations, getting a government perspective, a communications perspective. the importance of transportation, the importance of finance, and the role of NGOs as partners. What I would say is, which hasn't come up maybe as explicitly as we could, with the problem we've got is governments are stovepiped. You have a Department of Energy, a Department of Agriculture, a Department of Water, a Finance or Treasury Department, a Department of Environment, and they don't work together. the only chance of solving these issues is each of these government departments must work together. and in most governments of the world, the environment ministry is one of the weakest, quite often, <laughs> especially compared to defence and compared to, uh, to finance. so we need government departments to work together. But at the international level, we're stovepipe. We've got a series of conventions that sort of talk to each other, but not really. We've got the World Trade Organization. And so the environmental organizations don't work as well as they would, should with the World Trade Organization. And then we've got the United Nations, and it was great to hear Ban Ki-moon to say, we've got one UN. It's rubbish. They fight each other. <laughs> the World Health Organization fights against uh, UNEP, fights against uh, uh, UNDP. They're all fighting for the same limited money. So yes, they work at some levels together, but we need at the national level and at the international far more cohesiveness. We also can't solve this unless governments, the private sector, and the public all work together. It's not one or other, it's all of it. Which means it's not just a question of technology or policies or finance or behaviour change. It's all four of those together. And Jane just mentioned behaviour. We've seen major changes, as she said, in seatbelts, in smoking, in recycling, but they all required policy change. and financing not one of them went to scale without a government policy or without financing so yes there was a movement in society but to go to scale needed the involvement of government in all three of those cases basically and lastly we've got to get rid of the vested interest there are many In society today, that like the status quo. They're making a profit from fossil fuels. They're making a profit from deforestation. We've got to, and they're powerful. They're phenomenally powerful. And so, one of the crucial issues we had a press conference yesterday. The role of the media is incredibly important. The role of education is incredibly important. We must educate people all the way from the youngest school child to when they leave education is a lifelong experience so we have to continue to learn and the media can play a really active role to make sure that public is aware and they can put pressure on both government and on the private sector to move to a more sustainable environment えー、ありがとうございますあのメディアの役割に言及していただきまして私もちょっと力づけられる力づけられる思いでありますでもあの時間なくなってきたんですけどせっかくなんで私の独断でちょっと時間を延ばさせていただいてですねあの議論したいことはあのスケールアップの話だと最初に申し上げたんですけどもあのスケールアップスピードアップを図っていくにはどうしたらいいのかこの タイトルにですね今からでも間に合うと書いてあるんですけども間に合うためにはスケールアップをして今までのいいことをスケールアップしなければならないじゃあスケールアップしなきゃならないんだけどなぜできないのかということも含めてですねあのそちらの日々さんのから端にもう簡単で構わないんですけど、えー、あのパネリストの方も含めて簡単にコメンあのスケールアップの障害でも秘訣でもいいですけどもいただきたい特に小野さんにはですね 最も弱い省庁代表としてあのいらしていただいたというわけでもないんですけれども政府の一員として、えーあのえー、縦割りのこととかありますのでですね、えー、そこら辺のお話も含めて、えー、環境省の将来というようなことも含めてスケールアップの観点から、えー、ご意見を伺ければと思います。じゃああのの突然ですすががさんかかから順番にありがとうございいます、えー、となかなか難しい 課題をいただきましたけど、まあ、い,いくつかあると思います。でもうすでにあの議論の中に出てきたもので、えでもスケールアップにも非常に有効だと思うものをあのラレスだけする、まあ,あの例えばファイナンスの。 問題ががあありまましてここでガラリとと変わるる可能性があると思いますそれからパートナーシップ今そのあの政府間でもの政府の中でもあの一緒に仕事しないという話がワツノンさんからありましたけれどもあのそこもあの垣根を取り放っていくっていうことまあ,あの今日その n g が例えばそのパートナーシップの,あの職場になりうるという話をしましたけどこれあの例えば。 政府の中ででもそうですあるいは国同士でもいろいろあのおこう対立し合ってるところに例えば環境軸に NGO が入っていって、えー、そのおいろんな国を同じテーブルにつかせるっていう取り組み我々もあの例えばコーカサス地方だったりとかですねあるいはヒマラヤとかその地政学的にこのあのあ対立しているようなところで環境が軸にこう。 みんなが一つの目標に向かってテーブルにつくと、でこれもスケールアップにつながってくる、まあ、そういうことも可能かと思います。まあ、そう言いながら NGO もあの NGO 同士でいがみ合ってたりとか、ですね <laughs> 我々も組織の中の会議の半分ぐらいはどうやってサイロをなくすかっていう話をいつもしてますから、これどっちかというともうヒューマンネイチャーなのかもしれないですけど、ということはそれだけ努力をやっぱりしていかないといけないということになると思います。であともう一つあの やっぱりあのスケールアップするには最初からスケールアップすることを考えて行動していくっていうのは重要だと思うんですでこれ特に日本であのそのピア NGO なんかと話しててるんですがまあ、日本の NGO 業界のことはご存知の方も多いと思いますがまあ、非常に貧弱ですで、えー、皆さん頑張ってるんですけれども、えー、本当に小さいお金でもう本当工夫をしながら、えー、小さい いい成果を非常に重要だけれども小さい成果を出し,出してまあそれをなんとか積み重ねるっているっていうのがあの現実だと思うんですがそれをずっと続けてるともう最初から小さい発想に我々どうも陥ってしまうとそうじゃなくてやっぱりもう国あるいはもう地球全体でどう変えていくのかっていうのを最初からそこをあの目指していかないといけないと思いますあるいは資金でも我々はあの100万円200万円みたいな発想ですぐ考えるんですけどそうじゃなくて。 えー、10億人、10億円、あるいは100億円のお金でどうやってこの変化を起こしていくかということを、まあ、我々のような NGO でもそういう発想をしていく必要があるのかなと、まあ、あのお,お,お金は一つの分かりやすい指標として出しましたけど、そういう発想の転換が必要なのかなと思っております、えー、ありがとうございます。おおおお金金金ののの専門家でありりまます水水吉さんに、えー、一番お金のない人がお金の仕事をしておりまして あの2つだけ申し上げたいと思うんですけども今世界が取り組んでいるの私の見る見方で言えば経済モデルを変えようとととしていることだと思います例えば日本のここまでの高度成長を引っ張ってきた過去の、まあ、成長至上主義の経済モデルを捨ててです、ね、新しい経済モデルに転換しようということだと思います。 そういったような認識を持つっていうことが非常に重要だと思うんですねですから経済モデルを変えるっていうことは社会のあらゆるところの転換を図らなきゃいけないわけですねそういった意味で私はこれ総力戦が始ままっったと思っておりますでもう一つはですねやはりその気候変動のあるいはその他の地球規模の問題の劣化のスピードが非常に速いですから時間との競争になっていると思います。 すすれれ。ば、レスフェールじゃダメなんですよ、これやはりいろんな意味での強制力を伴ったルール法律などを導入する必要があると思います。えー、よく日本である言葉はですね規制をなくそう規制緩和だと言いますけどもいい規制を作る必要があるんですよ悪い規制は捨てても良い規制21世紀が必要とする規制が重要なんです。ですから、これ 規制は必ずしも悪いのではなくてですね、いいい規制を作っていく。ですから私は国家レベルで言えば法律による国の方向性やるべきことをはっきりと法律で書く政権与党が変わっても総理が変わっても必ずそれをやっていかなきゃいけないイギリスはそういうことをやっておりますそれから例えばエネルギーの問題についてエネルギーの法律じゃダメなんですよ。 金融をどうしたら再生可能エネルギーがもっと動くようになるのかといったような社会のいろんなステークホルダーを巻き込んだような法律を作るべきなんですそういう法律を作る能力の競争でもありますそれからもう一つはですね商業ルールが今明らかに変わり始めました商業ルールはご存知の通り国境がないんですよ日本の経産省や環境省がルールを作らないから 日本の企業ははいいいいねっていう話はないんですあっという間に国境を飛び越えていくから国境がないわけですからですからそういったことを考えるとやはり商業ルールをどうやって作っていくのかそれから最後やっぱりビジネスにとって一番怖いのはですね消費者です消費者がそっぽを向けばどんなビジネスもダメになっていきますとすればどういう消費者を作っていくのかこれは社会のシステムとしての消費者の在り方と同時に この会場にいらっしゃる皆さんも一人一人すべて消費者ですとすればその消費者の立場で何を考えていかなきゃいけないのかそういう参画も非常に重要ですね特に銀行で申し上げればこれまで銀行に預金をしている預金者は全く声を上げなかったんですでも是非考えてください皆さんが預けたお金が大事なお金が銀行を通じてどこに流れているのかそれは本当に自分たちのためになっているのか 同じことを申し上げれば皆さんほとんど年金加入者です。年金加入者の皆さんのお金はどこに使われてるんでしょうかそのお金は皆さんの年金生活がの時代が来た時に豊かな生活を約束してくれる目的に使われてるんでしょうかそれとも目先の1年2年のリターンのために使われて10年20年後には皆さんの首を綿で絞めるような。 気候変動を促進するビジネスに投資しているかもしれません例えばそういったことももっともっと考えていく必要があるですからこれは明らかに総力戦でありますし最後にお金のことで申し上げればお金に色をつける必要がありますグリーンの色をつける必要がありますと同時に お金にウィールを持たせる必要があります。お金に意思を持たせる。そういった作業がこれから重要だと思います。ありがとうございます。はい、ええー、小林さん、いかがでしょうか。えっと、あの、まあ。スケールアップというのを、例えば、ちょっと、私の近いところで、あの、例えば、CO2 の大きな削減というの、にちょっと置き換えさせていただきますけれども。えー、っと、これをするためには、まあ、運用部門だけではないですけれども、まあ、技術的にある程度。 解決できるるとところはかなりあると思います。例えば自動車であれば、まあ、あのハイブリッドであり電気自動車こういった、まあ、非常に高効率のものを出してくるそれで、まあ、大きく CO2 は削減できますだけど例えば電気自動車今あの最近非常に普及してきてますけどまだまだ高くてで世界的に見ればまだあの販売の高々 パーーーセントオーダーですね1%とかそあるいは1%以下かも分からないですけどその程度しかまだ普及してないでこれを一体どうすればいいのかそれは当然企業はまず努力してあのより安くで例えば航続距離は短いのを長くするようなそういうまあ電池を開発していくこういう技術が必要ですでその時に今の技術の延長線上でそれが解決できるかどうかでもおそらくそれだけでは不十分です でその時に新しい技術が必要になるということになると企業だけではやっぱりできないその時に政府がある程度イノベーションの,その加速をするようなやはり基礎研究のところへの投資ということも非常に重要になってくると思います。 であと技術以外のところで一体どうかということですけどもやはり運輸部門のいろいろシナリオ分析している例がありますけどもやはり技術だけであの削減しようとするとやっぱり限界があるとでその時に何が大きな技術あの削減のもう一つの手段になるかというとそれは我々はアボイドシフトと言ってますけどまず交通需要を減らす例えば車を持たないとかあるいは公共交通機関をできるだけ活用するようなそういうアボイドシフトっていうような需要のまあ あの削減のの方向のいろんな手段これは結局先ほど言ったような個人のレベルの意識改革にあの起因してくるところですけど例えばその電気製品でもそうですけど例えばできるだけ効率のいい電気製品を買っていくというのはやはり消費者の意識改革がないと進んでいかないとだからそういったことをやはりまあ教育といったらちょっと言い過ぎかもわかんないですけどまあやはり。 あの消費者がより分かりやすい形でメリットを訴えながらまあ普及させていくというそういう努力も非常に重要だと思いますはい、えー、ありがとうございますドクター・ワッツンスケラ We need the public to demand that we become more sustainable We need the public to change their individual behavior but to put pressure on governments and pressure on the private sector to move to more sustainable practices. If you have the public behind you, you have a fighting shot. We need governments and the private sector to also take a longer term perspective. Governments are elected members of parliaments every either two, four or six years. And they're always asking themselves, how will I get reelected?" elected They've got to start to think longer term about what's good for the planet Longer than the next 18 months, longer than the next two or three years. The business community has to look again longer. Japan used to look out in the business sector 100 years, but just like the American sector now, it looks at the next quarter. What's the profit margin for my shareholders? So both government and the private sector have to take a longer term perspective because none of these issues will be addressed short term. we need to mainstream environmental issues into everyday practice you wouldn't have a business without doing a finance model or an economic model it equally's got to have what's your environmental model for your business or for your government basically and therefore and i like very much the pension funds can play a major role insurance companies can play a major role but people in pension funds want to know They're making money for their pension. So there has to be a recognition that we need sustainable industries that are clean. So, to me, education of the public through both education itself and the role of the media is absolutely critical to get the public to demand a more sustainable future. Thank you so much. So, Jane? I think that the environment has been seen for far too long as a niche issue. it's only, uh, you know, a, a few people really care about it. and it's marginalized in uh, governments. it's marginalized in some companies. Uh, and i think the real secret to scaling up is changing that dynamic, in part by engaging new perspectives and new interests. Uh, we've heard already uh, how the business community, how the finance community uh, are becoming more engaged in environmental issues, both for financial reasons, for economic reasons, but also as a reflection of values about nature and people. And I think that is super positive and really, really important. We're also seeing many places. Engagement of the faith based community in environmental issues. There are more um, Christians in the United States that talk about creation care now, being stewards of the planet. Uh, Pope Francis is quite well known globally for his leadership in connecting the environment with human well being, especially very poor people. But being a steward of nature and of people in a very holistic way. There are many different religious perspectives around the world, but uh, engaging them in environmental issues and harnessing that perspective is part of this scaling up. More and more academic scientists are also now more motivated than ever before. To engage with society, not just stay in their ivory towers and generate knowledge and hope that somebody will use it someplace. In the United States, many of them are motivated by the fact that our president does not seem to value the environment, he doesn't care about climate change, and this is very frustrating to them. So, more academics are becoming engaged in environmental issues. Uh, as scientists, in ways we've never seen before, and more and more young people. So, engaging, keep getting these issues out of just a niche market, expanding them, having them really truly reflect <clears throat> the extent to which they really are development issues, not just environment issues. They're national security issues, they're economic issues, and connecting the dots across all of those interest groups. Uh, to reflect those connections is part of the way forward. Thank you. <clears throat> so sorry, please. So I'm struck uh, by the image we saw on the screen of the Sustainable Development Goals uh, rearranged into a wedding cake, <clears throat> all dependent on basically nature and better. Uh, stewardship of the environment. Uh, and yes, the issue is how do we take it to scale? It's also how do we do it really quickly? Uh, and I think this is, I'm going to go back to values. I mean, uh, there has been what is known as the environmental justice movement around for at least 30 years or something like that. And <clears throat> it's all about how the less advantaged neighborhoods are uh, a lower priority in, in environmental cleanup and they're more uh, you know, dis disadvantages to the disadvantaged because of that, uh, but we're really talking about Environmental justice in a time framework. We're talking about environmental justice to the up and coming young generation, still represented by a few of the students here. Uh, this is the greatest environmental injustice issue of all time. And in all candor, I think a lot of us should get really upset about that, even to the point of being angry. ありがととうございいいまます。す。2点、えっと、申し上げたいと思一つはやはりあの基,本基礎として科学的なあの客観的な知見というのはやっぱり非常に重要だということがありましてその一方で例えばその人為的な温暖化というのはあの嘘だという話があれば。 もう一つの,あの極端な話として非常にまあ誇張するようなあの情報もあるとこれそういう中でやはり正しいというか客観的な情報というのを、まあ、井田さんのお力もお借りしてですねあのしっかり理解するというのはまず基本的に大事だと思いますそれから2点目はあのやはりあのこれから中長期的に見るとその環境を守ることとかそのビジネス として発展していくとかあるいは豊かなあの面白い生活をし送っていくっていうのはああの全部一生のことだろうとそれが、まあ、SDGs ということではないかなと思っておりましてあの環境省が環境環境とばかりあの叫んでいたらいつたってもあの弱小のままでありますんであの環境省があのそういうことでスケールアップするよりも あ,のあらゆる省庁が、まあ、同じ目標なのでそ,そこに向かって同じ方向で施策を打っていけるように、まあ、そういうふうなあの方,方向というかです、ね、施策をあの提案していくと。 いうのがあのこの短い時間の中でスケールアップをしていくというには一番いいのではないかということであの環境省のみのスケールアップではなくてあの全体のみんなの力を借りて、えー、施策を強化していくということかなと思っています、はいえー、ありがとうございます、最後になりましたが枝さん、はい、スケールアップということで2つお話をしたいと思いますあの私は10年前にアルゴアさんの不都合な真実という本を翻訳しました。 で今はですね、そのえ続編の翻訳を今一生懸命やっているところです。アルゴアさんの不都合な真実の続編、映画と本と、日本ではこの秋に、えーとえー、刊行され、もしくは公開されます。アメリカでは7月末に出てるんですけど、でそこでそのアルゴアさんが繰り返し言っている、まあ、本の大半を割いているのは、温暖化の事実とか、それはもうみんな分かっていると。でまさにそのどうスケールアップするか、今、渡先生がおっしゃったように、いかにその えとまあ、議員であるとか、まあ、政治家、それから企業にプレッシャーをかけて変えていくかと、まあ、そのためにですね詳細なガイドブックになっている、まあ、そんな本を今、翻訳しています。福和さんが言っているのは、私たちは電球を変えることもできるけど、それでは十分ではない、政策を変える必要がある、もしくは政治家を変える必要がある、そのためにどうしたらいいか、まあ、そういう本になっています。 それがスケールアップとしてとても大事だなと、まあ、最初に発端したことと重なりますがもう一点はですねスケールアップといった時にいろんな次元があると思うんですね私のもう一人の先生デニス・メドウスそれからドネラ・メドウス2人が「成長の限界」という本を1972年に書きました私はそれの3番目のアップデート版を翻訳して、まあ、デニスとは今でも仲良くしてるんですがそのドネラさんが システムを変えるための12のレバレバッジポイントとといいいう論文をを書いていますシステムを変えるきにいろいろ介入できるポイントはありますと介入しやすいけどあんまり効果がないものからとっても介入は難しいけどでも一回変わったらとっても効果があるまで彼女は12並べているんですね例えば上の方で言うと物理的な構造変えやすいけどあんまり大きく変わらないとかそれから今出てきた話で言うと情報の流れを変える これは割と大きな見える化をするということですね。もう一つ下の方に行くと先ほど末吉さんが商業ルールが変わっているとおっしゃってましたがルールを変える。CO2 出すんだったら払いなさい。例えばね、ルールを変える。で、そのさらに下にはゴールです。何を目指すのか。私たちは経済成長を目指して生きているのか。それとも違うのか。そういうゴールを目指す。で、もっと下に行くと、まあ、変えるの難しいけど大きく変わる可能性がある。パラダイム、パラダイムシフトと言います。 私たちの幸せって何だろう、もっとたくさん買うことか持つことかそれとも違うのかでそういった意味でいうと、まあ、ルールを変えるとかゴールを変えるそういった取り組みをどんどん進めていくと同時にパラダイムのところ本当の幸せって何だろう経済っていつまでたっても大きくならなきゃいけないんだろうか。 そういうですす。ね、問いいい直しもとってもととてて大事だと思っていますそういう動き、あちこちであるし、環境のことを意識しなくてもミニマリブ、ミニマリストといってね、物を持たない方が楽だという、まあ、そういう若い人たちもいっぱい広がっていると思います。あのスケールアップといったときに、いろんな次元、それぞれきっと役割分担、私たちもしていると思うんですが、その全部で長期的にもスケールアップしていけたらいいなと思っています。 私の不手際もありまして大幅に時間を超過してしまったんですがあの事務局の方々があまり怖い顔をしていないということとですね、えー、3人の、えー、パネリストとあ3人の、えー、受賞者の方と5人のパネリストの方の意見を、えー、聞くというのはめったにない機会だということを思ってお,し、えー、お許しいただきたいと思います。あの私あのまとととめる力は別にないいいんですけどもいつのいくつかのキーーワードというと やっぱりパブリッックのプレッシャーが、がが我々が声を上げることが大事だとそれで技術も大事だけどもやっぱりポリシーをルールを作って活かせるようにするということが非常に重要であるというのが皆様のおっしゃったことかなというふうに思いますそれともう一つ「Value」「価値」という言葉がありましたけども我々新たな価値を見てですねそれを創造し広めていくということがやっぱり世の中を変える。 えきっかけになるかなというふうに思います。あのジェンオさんおっしゃったようにですね、今悪循環進んでるんですけれども、うまくそれをいい循環に転換していけば。 えー、もしかしたら世の中は、えー、早く変わっていくかもしれないあのスピードアップができるかもしれないというふうに今日の、えー、議論を聞いていて思いましたであの会場から質問を取ろうと思ったんですけども全く時間がなくなってしまって申し訳ないんですがこれで、えー、そろそろ、えー、終わりにしたいと思います。あのこの後バンケットというかあのフロアあの場所を移してですね パネリストの方とか、えー、3人の受賞者の方が参加していただける場所がありますので、えー、もし個人的に質問があればぜひその場で、えー、よろしくお願いしたいと思いますあの今日のプレゼンテーションのファイルはです、ね、後ほど相当遠くない時間に PDF になって えー、ホームページの方に載、えー、るということですのであの、えー、ダウンロード自由になる形ですので、もしご興味のある方は、えー、ダウンロードしていただければと思います。すいません、本当に長くきょ、えーえー、超過してしまって、誠に申し訳なかったんですが、これでパネルディスカッションは終わりにしたいと思います、あの非常に有意義なお話いただきました、5人のパネリストの方と、3人の受賞者の方にです、ね、ぜひ拍手を持って、感謝の意を表したいと思います。<laughs>